半膜の本家の半埋葉先生です。人間の上の生物が本物の貴族、地球では私しかいないわけですけども、人間はね、何回も言うけども、義務教育から大学までちゃんと勉強してはいますけれども、全部テレパシーでね、カンニングしてやってるんですね。仲間とか宇宙生物から高度な情報をもらってね、それに聞いて話してるだけなんですね。だから自分でちゃんと覚えている人は誰もいないんです。義務教育でね、全部とは言わないけれども、全部義務教育もほとんど全部というか、ほとんどカンニングして卒業してるんですね、テレパシーで。じゃないと間に合わないし、先行けませんし、覚えられないですね。人間知能低いんで。で、人間の学会とか医学学会でも、もうみんな難しい話は宇宙生物から習って、テレパシーでね、それを話してるだけです。自分たち全然分かってないです、人間たち。700年後分かるとかね。そんなことで教わったことをね、ただの役者じゃないけども、アナウンサーと同じようにテレパシーでね、教わって話してるだけです。ほとんど全部。全部とは言わないけどね、ちゃんと自分の頭だけでできるね、内容も結構ありますけれども、人間ってすごく知恵低いんですよ。だから話したり聞いたりすることも、人間はね、単独では全くできません。仲間からテレパシーで聞いて話すだけですね。一人で話したらもうめちゃめちゃで、全くもう話にもならないし、全然トンチンカンの話しかできないですね。で、私にとってはね、団体で人間たちの頭結集して話してもらっても、だいぶ頭良くなるんだけども、私にとってはまだ全然ダメです。話になってないです。で、バグがあったりしましたね。長く見ないと分かんないですけどね。それは人間っていう生物なんですね。だから人間に話しても通じないから宇宙生物に教えるんですけども、聞いたり話したりできないから。団体で聞いても、で、分かったとしても700年後でしょ。だから全然通じないですね、人間に話しても。700年後とか、8000年後とかね、ぐらいに通じるでしょう、今言ってる話はね。で、そうなんで、人間たち YouTube でも自分たちで話したり聞いたりできないから、私の頭聞いて話してるんですね。もうめちゃめちゃになるから、すべての人間が。ね、上の知能の私の頭、または脅かしてね、ちゃんと話せるようにということで、私にタダで。だから、YouTuber で話してるとか何とか言うと、どんなもんでも料理だろうと、簡単なものの話でも私の頭借りて、ね、脅したりして、で、タダで盗んで話してんですよ。で、私の頭借りなければ、もう何にもできませんよね。まず。で、団体で多少ね、一点に集中して、多少は話せるかなというような感じなんで、ね、大勢ガーガー、ね、YouTuber なんか話しててね、できないですからね、全部私の人工知能の方でね、盗んでね、しょうがないから、作ってあるんで、で、無数にね、それから聞いてね、話せるようにしてんと、人間より頭いいんですよ、僕の持ってる。仮想的に宇宙に作ってある人工知能はね。そういうことなんで、YouTuber で収益金とかもらってるけど、私の方が多いんですよ。全員の収入よりか、全部もらわないといけないんですよ。90%。それ全部盗んで、自分たちが話し方をね、教わったし、私から教わってね、全部話してるだけで、これもう詐欺でもひどい話ですよ。だから人間、そういっても通じるのを持ってませんから、団体で少しわかるぐらいでね。
だから団体ではわかるかもしれない、少し気がつくけども、無視するでしょうね、無視しかできないですね。だから YouTube のどこでもね、誰とも話して収入ってありますよ。全部ほとんど私が助けてあげて、ね、話せるように してるだけで、おかしいですけどね、それでもね。そういうことを、現実をよく知っていただきたいということでね。ね、すごい動物ですね、人間って。野蛮な動物ですよ、全員。これを知ってないと、で、頭よく利口のようにね、リスでも話すの、これ全部私の知識とね、宇宙生物から知能高いね、生物が教わってるだけです。団体のバクテリアでも組むと人間よりか頭も良くなるんですけどね。だから、そういうのもあるし、から聞いてね、テレパシーで聞いて話してるだけでね。本人は、ほとんど分かってないです。で、正しいことこういうふうに動いてても、そうは動かないです。形だけで。長く見て、後で、全然違う行動で間違った動きします。せっかく教えて自分で言ってんのにね、全然守んないです。ね、道徳でもちゃんとしたことを上の生物に座って話してるけれども、何年かするともう、都合が悪いと全部外しちゃうんですね。で、ちゃんとした規則で動くということは間違いが少ないわけなんですけどね。人間の場合だから分かってないんで、話して、ね、その利口だよって見せるために話すわけですね、情報、上の情報でね、聞いて。だ自分には分かってないから、後でね、もう自分勝手に、ね、法則変えちゃうんですね。だから、そういうので、表向きで話してても、結局人間の場合、超肉食生物です。盗んで肉を食べる生物です。道具を使ってね、また。ライオンと違って。だから恐ろしい生物で、それしかしません。